1000円か。負けやから。そう、これなんてめっちゃでかいね。これがこんだけ入って、これが3つとこれ1個で、うん、全部で500円。よかった、めちゃくちゃ安い。こんなあるからな。お菓子ばっかりでちょっと買いすぎたかもしれない。はい、結構ね買ったんでね、帰って開けてみましょう。どうもです。今日はですね、大阪にあります古田セコイアチョコレートの工場でクリスマスセールやってたんで、そこでねいっぱい買ってきました。結構安かったんでね、かなりの量買ってきたんですけど、順番に開けていきたいと思います。もうお釣り切らへん、ほとんど。買ってきたのはね、こんだけになります。多分ね、全部映り切ってないと思うんですけど、単純に数数えていきましょう。 1,2,3 ちょうど20袋あります。さて、それではまずこのね、このレーカー、和風三昧クッキー安納芋味生クリームパイ、セコイアクッキー、ポートワインチョコレート、ブルーベリーチョコレート。多分ね、確かこれが1000円ですね。お得用生クリームチョコきな粉、ドデカバー麦っこチョコレート、これがね確か単品の値段だと思うんですけど、また書いておきます。で、こっちね、これがアイデアチョコレート、あ、なんやろ、あのあれですね、アウトレット品かなになってます。こちらがクッキーで、カフェショコラクッキー、これね、特濃ミルククッキー、チョコチップクッキーに瀬戸内レモンパイ、これなんか著作権的にヤバそうな一口チョコ6個で、確かに500円かなんかやったと思います。で、最後に試食したね、でこっちでもあったんですけど、ブルーベリーチョコレートのアウトレット品が何倍やったっけ、これで500円。そしてこの3つ500円を買うと、なんと漏れなくおまけが1個もらえて、その時にもらったきなこクッキーがこちらでございます。まあね、これだけ買って何倍やったかな、また出しておきますね、あの金額ボーンと。はい、というわけでね、これをね順番に試食してみたいと思います。生クリームチョコきな粉、いや、これがいいです。ごとく用生クリームチョコきな粉、うん、中はね、きな粉別にかかってなさそうな感じだ、ね、きな粉、きな粉の味する、おいしい。タンパク質濃縮ホエイパウダー大丈夫か、これね、筋肉にいいよ。これ美味しいな、これめっちゃ美味しい、うん、さっきの言ったんだ、これとこれは一緒のもんなんで、これ美味しいから一回食べてみようか、うん、ブルーベリーチョコレート一緒じゃない、え、ほんまや、これ一緒じゃないわ、ほんまや。美味しかった生クリームチョコベリー、この袋開けた瞬間にブルーベリーの香りが、
うん、口の中でほのかなブルーベリーの香りが広がる、めちゃくちゃ美味しい、おすすめの。ほのかじゃなくて結構美味しい。で、次ほんで食べ比べてみようか。うん、このブルーベリーチョコレート、あー、やっぱこっちの方がブルーベリーの匂いが、香りがしますね。このキスチョコみたいな、こんな感じ。中にジャムが、ビルベリーを使用したミックスジャムをチョコレートで包んでみます。ここに書いてあるの。いや、ブルーベリー系美味しいな。じゃあこの流れでポートワイン行く？うん。香り高いワインが広がるポートワインチョコレート。これアルコール入ってんのかな。そりゃそうじゃん。しかもいちごとメロンの味が入ってるらしいね。どっちがいい？一個ずつ食べる。私はね、メロンの方いただいて、奥様がこちらのね、いちごの方食べていただきましょう。割ってみますね。中に緑色の、緑色って言ったらあんまりやけど、こちらがね、いちごのジャムだよね。うん、あー、けどメロンあれやな、小学校の時に食べたような、うん、でもな、うん、ここら辺で休憩してクッキー食う。うん、あの芋和風三昧クッキー、これちょっと大きいね。こんな感じでね、食べやすい大きさに小分けにされています。こんな感じ、ソフトクッキーかな。すごい芋、めっちゃあんの芋やわ。中入ってんな、これ。焼き芋粉末っていうのが入ってて、それが種子島のあんの芋 100% 使用って書いてるから、それでこんだけ甘いよ。美味しいね。うん、お菓子の圧がすごいね。で、この流れできなこクッキー、多分ね、これも同じような感じだと思うけど、うん、これただでもらったやつ。はい、これもね、さっきのあんの芋クッキーと同じで小分けに梱包されて食べやすくなってます。こちらね、うん、これはきなこ、なんかね、お餅みたい。黒蜜入り餅グミが入ってて、黒蜜入りきなこあんで練り込まれてると書いてますね。確かにちょっとあの、なんか桃太郎のやつ、きび団子。あ、それそれそれ、きび団子っぽいやつ。クッキー多いな。フルータのセコイアクッキーって名前ついてるぐらいなんで、これはね、ちょっと押さえとこうと思います。はい、こんな感じですね。チョコチップクッキーかな。カントリーマン、うん、カントリーマンやね。セコイアチョコレートっていうのがこのウェハースやったみたいで、それの味を再現したクッキーということで、セコイアクッキーということみたいです。ついとく。セラティラ。はい、というわけでね、奥様がお腹いっぱいになってしまったということで、後半戦は坊さん一人で頑張っていきたいと思います。こいつニュードデカバー、よくね、駄菓子屋さんとかにあったやつじゃないかなと思うんですけどね。これドデカバーオープン。じゃん、一本やった。手と比べたらこんな感じですね。まず中身はね、こんな感じです。チョコのパイかな、ピーナッツが振られてあるような感じですね。子供やったらね、もう泣いて喜ぶような一品ですね。それでは食べてみましょう。結構美味しかったよ。あの中がね、ウェハースになってて、結構食べやすかったです。周りのピーナッツもね、結構こうお腹にずっしりとくる感じで、こちらおすすめです。最後の箱物、麦っこを食べて終わりにしたいと思います。これだけチョコレート食べたら鼻血出るんじゃん。オープン。小分けになっといてほしい。おい、あ、かわいいね。麦粉、まあ想像しやすい麦チョコの形です。いただきます。ん、普通の麦チョコ美味しいよ。やっぱこのドデカバーもそうやったけど、意外とね、
この2つは意外と軽い。これね、この3つ残ってるんやけど、さすがにこれをね開けると湿気る可能性もあるんでね、これはまた後日いただきたいと思います。もうあれみたいになってるよ、大道芸みたいな、だから箱のやつ、うん、はい、あっ、はい、というわけでね、ジャグリングクッキー以外の17品、全て食べてみました。一番美味しかったのどれやろな。チョコレートはやっぱりね、このお気に入りで買った生クリームチョコレートブルーベリー、これがやっぱ一番好きで、で意外とこれと一緒やと思って買ってたこのブルーベリーのね、ジャムの入ったブルーベリーチョコレート、これもね美味しかったです。でその派生としゆうて、派生言うたら何なんですけど、この特用生クリームチョコきな粉、これもねやっぱ美味しいんで、どうも生クリームチョコレートシリーズが私は好きみたいですね。でクッキーはねやっぱりこうたくさん食べるもんじゃなくて、コーヒーとか飲むときにね、ゆっくりとつまみながら食べるもんやなと今日改めて実感しました。トータルとしたら、まあ年に1回クリスマスセールということで、これぐらいの買い物してもね、クリスマスから年末ね、また正月明けてもね、全然楽しめる量なんでね、かなりお得やと思いました。今回のですね、古田セコイアチョコレート、古田製菓のクリスマスセールなんですが、この動画出てる頃にはもうクリスマスセールね、終わっちゃってるんですけれども、ホームページ見てみたらいろんな地域で毎年開催されてるみたいなので、皆様ね、興味のある方は一度行ってみてはいかがでしょうか。はい、本日はいつもと少し違う動画やったんですけれども、いかがだったでしょうか。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。グッバー。